こんにちはゆるのりですいやままたたね大変な散しましたようん僕は今ね車は2台乗ってるんですよね。シビックこれシビックですけどもあとフリードですね。あとね2台ね納車待ちがあるんですよね。ホンダの新型 SUVZRV とねマツダのロードスターこの2台も申し込んでて、ね、今納車待ちなんですけどもそこへ持ってきてね BMW のねオープン追加したんですよね。<laughs> 実はですね、もう納車されてまして <laughs>。ちょっとご報告が遅れちゃったんですけども、もう納車されてもう2週間ぐらい経ってますね。うん、BMW のマークが輝いてますでしょ。これはね、実はですね、ビッグスクーターなんですよ。<laughs> まあ一応オープンでしょ。うん、これはね、BMW の C400GT っていうビッグスクーターですね。いやこの スクーターかっこいいんですよね、本当に。このヘッドライトがすごいかっこいいんですよね、4眼ヘッドライトでですね。なんかエウレカ7のね、ニルバーシュっていう <laughs>、なんかロボットみたいな感じでね、すごいかっこいいなと思ってたんですけども、うん。ついに買っちゃったんですよね、これも <laughs>。これはね、あの、トリプルブラックっていう有料カラーですね。うん。もう1200キロぐらい乗ってます、もう。 今回はこの C400GT の話ですねはいまず概略ですけどもこれはですね排気量はね実は 349cc ですね C400GT とか言っといて 349cc なんですよねかなりサバ読んでるんですけどもうんまあスクーターとしてはかなり大きいエンジン積んでる部類だと思います最高出力が34.5馬力ですねうんでサイズはこのサイズなんですけども これはね、もう、バイク知らない人が見たらね、でかって思いますよ。<laughs> もう原付きなんかね、50cc の原付きから比べたらもう、大人とね、うん、子供って感じですよね、本当に。<laughs> でかいです本当重量もね2 1 5キロまあたいバイクもね2 0 0キロ超えてくると結構重いかなって感じになってくると思うんですけどもこれはねスクーターで2 1 5キロもあるんですよ倒したら多分ねあの1人で起こすの大変じゃないかなと思うんですけどもまだ倒したことないですけどもで値段もね <laughs> もうスクーターの中では結構高い方です最低でも112万ですね僕のはね有料カラーだったから、うん、114万6千円 本体車両価格でそれプラス込み込みでね120万円で買いましたね、うん、ちょっと値引きもしてもらってまあ結構 <laughs> バイクっていうかスクーターの中では高額な部類ですねはい何でこのバイク買ったのかっていうとですねまあいくつか理由があってまあここがすごいっていうことでですね上げていきたいんですけども まずね、数々の快適便利機能がね、標準で搭載されてるってことですね。まあ、単に高いだけじゃないですやっぱりいろんなもの機能がついてますね。まあ、車みたいにねスマートキーですね。普通のバイクはね、だいたい鍵は抜き差しなんですけども、これはスマートキーでポッケに鍵入れとけばエンジンかかるんですよね。でね、ETC の2.0もね、標準搭載されてます。このフロントのポケットの中に入ってるんですけども、これがね、標準搭載。あと、まあ、USB の。 給電ですね。タイプ A の給電。あと12ボルトのソケットも標準搭載されています。あとこれがすごいんですけども、グリップヒーターとねシートヒーター、これも標準で付いてるんですよね。まあ、バイク乗ってる方ならわかると思うんですけど、冬のね寒さきついんですよね。このね二つがあるだけでも全然助かるんですよね。うんこれがね標準搭載されてるんですよね。シートヒーターとかね後からつけるってなかなかできないバイク多いと思うんですけど、これはもう付いてるんですよ。 まあこれだけで結構10万ぐらいのオプションの価値あると思うんですけどもあと車じゃ当たり前なんですけどウィンカーがね自動的に消えるんですよ、うん、ハンドル切るとねウィンカーが自動的に消えるウィンカーオートキャンセラーこれがもう、うん、最初からついてるんですよねこれついてるバイクとかスクーター少ないかなと思うんですけどこういったものがついてるんですよねこれがね何つっても魅力的だったんですよで格好がいいでしょこれまあ多くの方これね 結構スクーターにしてはかっこいいだ、かっこいいって思う人多いと思うんですけども、フロント周りが特にかっこいいでしょう。僕ね、まあ日本のビッグスクーターもいろいろ物色したんですけど、どうもやっぱりかっこが <laughs> 乗ってる方には悪いですけども、うん、あんまり刺さらなかったんですよね。でもこのね C400GT はもうカタログ見た瞬間からかっこいいなと思いましたね。うん、特にフロント周りヘッドライトとかがね、かっこいい。 なんか前から走ってくると多分ね、ビッグスク、ビッグスクーターが来たって思わないんじゃないかな。なんか、うん、カウル付きのスーパースポーツが来たかなとか、そういう風に思うんじゃないかなと思うんですけども。僕ね、このバイクね、ほんとすれ違ったことないんですよ。街で見かけたこともないし、もう2週間ぐらい乗ってますけど、うん、すれ違ったってことないですね。まあ、そんだけレアっていうのも、うん、いい点っちゃいい点かな。 あと収納はねまあスクーターってこういうあのシート下に収納があってこんだけのビッグスクーターだと結構収納があるんですけどもこの C400GT はね収納はまあそこそこっていうぐらいですねもう日本のビッグスクーター250とか 400cc のスクーターの方が全然入るんじゃないかなと思いますそれでもまああのシート下にね大体30リットルぐらい入るらしいですこれただね奥行きがないんでね平たいものに限ります うん、あのねリュックとかに荷物積んでそのままリュックをパタンと閉めると閉まんないですね <laughs> 奥行きがないからだから僕はねリュックから荷物を出してこう平たくしてですねそれで押し込んでる感じですねただね停車中はですねヘルメット収納できますこの床がねあのここがね底が下に落ちるんですよねうんでここにと停車中だけヘルメットとあの収めることができますただこれエンジンをねかける際はここを上げないといけないんでね 走行中はヘルメットとか入らないんですよ、ね、でまあフロントポケットに2つここに ETC とか USB の給電ソケットがあるんでここも便利ですねでねこのバイクもう2週間もう1 2 0 0キロぐらい乗りましたかね結構ゴールデンウィーク中乗ったんですよねこれバイクはね思ってた以上に走りが気持ちがいいしねスポーティーですねすごい。 あの接地感がすごいですねもう1台乗ってる GB350 よりもねうーんコーナーとか踏ん張る感じする <laughs> 本当に GB350 はなんかうん倒れちゃう滑ってっちゃいそうな感じするんですけどこっちはねすごい吸い付いたように曲がってきます、ね、なんかでまあ足回りも高速寄りのねセッティングでちょっと足が硬めかなと思うんですけどもその分やっぱりはうんスピード出して安定しますね高速はもう全然余裕ですね 120キロ区間で120キロで走ってみましたけど全然、うん、怖くないですね。もう1台 GB350 って同じ 350cc の排気量のバイク乗ってますけどそっちはやっぱりね120キロ出すとちょっと怖いですもんね。風で、うん、<laughs> おられますしね。うん単純に GB350 はこれ20馬力しかないんで、まあ、パワフルです三十34.5だから1.5倍ぐらいのパワーありますんでね。うん速いですね。でまあ 全体的にとにかく楽ですね。もう全体的に楽。<laughs> ここが僕に合ってるんですよね。僕は楽なもの好きなんでね。まあスマートキーがあるだけでね、本当にめちゃくちゃ便利ですね。GP350 とかね、普通のバイクはもういまだにやっぱり鍵は抜き差しなんですけども、あれはやっぱりね、結構大変ですね。停車と発進の時に一手間増えますんでね。でね、結局。 <laughs> 抜くのを忘れてること結構あるんですよね。あのコンビニとかね、パーキングとか、ね。<laughs> で、慌てて戻ってくるってことがあるんですよ。鍵を抜くために。うん、下手すると一晩ねあの、駐車場で刺さってたことはありましたからね。これがね、スマートキーになると本当に鍵をね、あのポッケに入れとけば、うん、簡単に停車とかね、発信できるんですごい楽ですね。でこの C400GT うんまあ、大型のビッグスクーターだいたいスクリーンが大きいのがついてるんですけどこれもつ大きいスクリーンついてるんですよ。これがねやっぱりね相当疲労軽減効果ありますね。風圧っていうのは結構あの疲労を蓄積させるんですよね一、うん、日乗ると分かるんですけども、うん、これはねやっぱり、うん、丸一日3 0 0キロとか4 0 0キロとか,とか走りましたけどもそんなに疲れないですもんね。うん でまあ、少し寒いとですね、グリップヒーターとシートヒーター攻撃が発動 <laughs> これがね、地味にね、本当に楽っていうか、うん、助かりますよ。疲労の軽減効果もある。シートヒーターとかね、多分腰痛とかのね、とかお尻が痛くなりにくいのにも効果がありますよね、これね。これがね、大きいです。やっぱりね、これも一つ選んだ理由ですね。 でまあ、パワフルでね 350cc で34.5馬力もあるんで、まあ、高速の車の流れに乗るのも楽ですね。でまあやっぱりね収納多いのは正義ですよ本当に。うに、ん、普通の、あのー、マニュアルバイクなんかはねやっぱり荷物を積むの結構手間取るしね、うん、なかなか大変だと思うんですけどこれはもう本当に。 シート下に、うん、大抵のもの入りますからね、うん、30リットルあるんでまあちょっとこの C400GT は奥行きがないんでちょっとうまく工夫しなきゃいけないんですけど僕はあのシートバッグつけてますんでここに10リットルぐらい入りますんでねこれでもう十分ですねこのシート下とね3040リットルぐらい入りますんでまあトップボックスをつける人多いと思うんですけどもあのビッグスクーターとかねスクーターは。 僕ねトップボックスってあんまりねあの格好がどうも合わないっていうか好きじゃないんであんまりつけたくない方なんですけども、まあ、つければ相当また便利ですあのいっぱい乗りますよね。でね BM はねやっぱりサービスいいですね。この BMW のバイク買うところは「モトラット」っていうんですけどもここすごくやっぱりね接客対応が素晴らしいですね。僕が買ったところは特にそうだったのかもしれないですけどいつ行っても気持ちよく対応してくれますね。 何と言っても感動したのがねもうとにかく納車が迅速でしたねすごい4月の上旬に申し込んだんですけども、まあ、ゴールデンウィークにの乗れたらいいなって言ったらもう急いでくれまして遠くのところからですねあの運んでくれてですね、うん、そこの元ラットさんに来てもう次の日にはもう納車できますって言ってましたんでね2週間かかんなかったんじゃないかなうんゴールデンウィークもう1週間ぐらい手前でもう納車となってましたんでね うん、すごいこれは良かった。でこれからアフターサービス受けていくわけですけどもまあオイル交換なんかもね5年間無料らしいんですよね、うん。オイル交換なんかもやっぱ地味にお金かかりますんでねこれがタダだっていうのもすごくありがたいと思います。で今はまあ2週間ぐらい乗ってもう1200キロぐらいかな走りましたけども今んとこね大きな不満ないですね。ち、まあ、ちょこちょここした、ね、希望はありますけども 大きなな点感じないですね本当買ってよかったなって思いますね。でまああのゴールデンウィークねあのちょっと新潟の仕事が一日あったんですけどその後2日間余裕あったんで遠く回ったんですよ。うん、今「蔵王」が映ってますけども「蔵王」のところとかですね福島の。 東バンダイスカイラインとか走ってきましたけども本当に天気も良かったし最高でしたね僕はあのバイクこの C400GT はもう旅のバイクとして買った感じありますねまあ GB350 もねあの十分旅仕様にしてありますけどもこのバイクはもうさらに最適かもしれないですね運転がとにかく楽で楽しいしね 駐車も楽ですね。うーんでまあ結構安上がりで済みますね。あの2時間無料とかそういうところ、うん、駅前とかバイクだったらありますんでね。で荷物も楽にねそれなりに詰めるということで。で今ねあの結構二輪ツーリングプランっていうのがあるんですよね各高速道路に2日間乗り放題とかそういうのがあるんでそれを ETC 限定ですけどもあの申し込んでおくと割とねあのお得に長距離移動できますんでね。 うん、この C400GT はもう一生距離も全然苦じゃないから、うん、こういうの申し込んで、うん、1泊2日でまた旅に出たいなと思ってますけどもでこのビッグスクーターになるとねあんまり <laughs> 話しかけられることとかですねやえいされることないですね、うん、まあ適度にほっとらかしっていうのかなそれもね僕は、うんうん、魅力なんですよあんまりねコミュニケーション取るのが得意な方じゃないんで、うん、まあそこもいいかなと思ってるところですね。 まあ僕の動画とかよく見てくださってる方はね、こんなに散在して大丈夫かって思われる方いると思うんですけども、まあなんとかなります。なんとか。<laughs> 僕がね、よく見る YouTube チャンネルの方もね、車でも何でも欲しいと思った時は買い時って <laughs> よく言うんですよ。まあこれ信真実やら大変なことになると思いますけども、まあ余裕があるうちっていうか買えるうち、まあローンが組めるうち。<laughs> まあ今回もですね、あのー、カウカウファイナンスかな。 うん、田島さんってすごい人 <laughs> 担当になったんでね、うん。まあ、ローンが組めたわけです <laughs>。まあ、ローン地獄が待ってると思いますけども。まあ、なんとかなりますよ。うん、まあ、あの、いざとなったら、うん、いろいろ車売ったりね <laughs>、できますんで、うん、まあ、なんとかなるでしょう。そんな感じで、この動画は終わりになりますね。ご清聴ありがとうございました。まあ、少しでもね、うん、参考になった役に立ったわと思った方は、グッドボタンだけでも押してもらえると助かります。 それでは失礼いたします。さよなら。